はいどうも、クーター進化です。よろしくお願いします。お願いします。いや、もう年の瀬だね。そうだね、もう。ね、るねもう2016年、<う>振り返るとね、<う>いろんなことがあったなと思って。確かにね、いろいろあったね。うん、あのー、うん、アンタッチャブルの柴田と、 ファンキーモンキーベイビーズだったあの加藤のね、ファンキー加藤の,あの三角関係とか、あと、ゲスの極み乙,乙女の,あのボーカルの川谷絵音と、ベッキーの,あの不倫騒動とか、あとあ、スマップの解散とか、あと、成宮の引退とかさ。んで暗い話題ばっかりだ、ちょっと待ってよ、お前。え 話題が暗いのばっかりやしお前芸能界盛り上がってたな盛り上がってたなじゃないよよえもっとなんか明るいやつとかないの明るいやつ明るいやつそういえばアスカが不起訴になったのうんこれもなんか違うだろねえ何でお前感覚がおかしいな明るい尿検査で尿じゃなくてお茶を出すこれね本当にあのだけどさ小学校の時に俺もやればよかったなって何言ってるもんさすがだなって思っだけどなんでや尿検査何もなかっただろでも勝利何よ俺なんかはまだ芸人として芸能人としてペペなんだよ まあ確かにな。俺なんかも、来年はこれぐらい世間を騒がせるようなことしないといけないよ。いいよダメな騒がせ方だろ。こんな噂立てたらダメだよ,よし。まずじゃあ、明日から頑張っていこうか。いや、俺たちに明日はないよ。はい、どうもー。はい、始まりました。始まりましたねクスーター進化の集まれ終わった新化。はい。勝利です。はい、どうも、港です。<laughs> お願いします。あのね。はいよ。 もう年の瀬ってことでそうだ、ね、結構ねやっぱりあの年末なんで、うん、なんマイナスなことは俺言いたくないなと思って、うん、だからあのテーマを年の瀬ってことでして1年間を、ね、楽しく振り返ったんですけどいかがでしょうかって感じですけどね <laughs> いやもう本当にそういういろんなのあったな今日だからさちょっとあのレスポンスがさ、うん、見れないんですよね今日あのだからツイキャスとかもね今日やってないなぜかっていうとなぜだ 12月26日<う>え本日のこちらの「のクーター進化の集まりワッター進化の放送は、うんはい、なんと録音ということでそうです録音なんですね初の試みいや録音ですよ収録、えー、これあれですよねあの、うん、例えば録音だとかさ収録、うん 生放送お休みするってこれなんか例えばさ他の仕事があるとか芸人とかがんかの先輩とかそういうことでちょっと忙しいからすいませんラジオは録音でお願いしますみたいなさあるんですけど僕らもね録音ってことでそう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 ねちょっとね僕がちょっと忙しくてねそうだよねちょっと勝利がね忙しくて勝利12月26日もっ日今日今日今日何だっけ スピッツのライブがあるから生放送がちょっと無理とすいませんちょっと優先順位が、ね、本当に申し訳ないなと思ってラジオは10番目ぐらいなんでねあ,<ー> <laughs> あれお前はでもスピッツさな <laughs>、うん、まあまあこれはまあ俺もお前もなんだけどあ,あそうなのなとも俺もちょっとねあのーうん、この時間帯ちょっとどうしても FM 機のワに来れないんですよ、ね、そんな理由があるんだちょっとあの大事なえなんでんでなんで,なんで 忘年会があっはいはい f a c のそうですありますね事務所の忘年会があってありますねこれがなんと全員必ず参加っていうそ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 う参加しないと切腹させるって社長が言ってたんですよ切腹させるかあのこれあのね俺目これ以上良くしてどうするんだして怖いなと思って。 じゃあもう録音にしますということでキノンさんにもねお願いしてまあ録音なんですけれども俺もスピッツ終わりでね忘年会行かないといけないそうですよね本当にでも忙しいですよ僕らねえ申し訳ないですホントにこんなんで行っていいのかなええまあ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 でもあの本当に1年間とていうかもう年内これうちら最後でしょそうだね年内最後で2017年一発目も僕らですよすげえこれあの クーターシンカーの集まりワッタたシンカーの第一回この FEC 中運動としてね第一回もわれわれが飾りあすご年末もそうですよ年末締めるのはこれ KY になるのかなそうなのかなえっと十二月三十日十二月三十日ですかね多分まあそれぐらいの多分金曜日でしょう金曜日の時に三十一日土曜日そうだね三十日が金曜日元旦がめでたくサンデーってことですね日曜日 元旦日日曜で1月2日我々がそうですよ飾るってことでいやこれねただでさえ2017年俺たちで FEC チューンドを始めるっていうのこれもめでたいですよすごいよこれはめでたいしなんか嬉しいことだよねいやなんて言ったって1月2日は o ア1グランプリの日ですからそっかもう僕らの時間帯はもう優勝者が決まってるってことだよ FEC 的にねうちらからはハンサムと あの伊佐女子部大先輩が行ってるからさ、うん、これはもうだからどちらかが優勝してくれればね <laughs> 嬉しいねより盛り上がるんじゃないかなとそうだよ これは、本当にね、だから、あの、皆さんも、ぜひぜひ、あの、1月2日は、ね。お昼の13時、お昼1時からね、うん、OTV で、o、O1 グランプリ2017放送されますので、はされますんでね。ぜひぜひ、あの、沖縄のお笑いっていうものをね、見てもらいたいなと。そうですよね、本当に。いや、本当にね。どういうものなのかっていうね。う,ん、うん。みんな見ていただきたい。それとね、まあ、早くもね、あの、まだオープニングなんだけど、うん、どオープニングで告知になるんですけど、うん、まあ、 あの収録日は違うけどね、この放送当日12月26日、うん、あの日付変わって明日12月27日火曜日はお笑い県産品も放送されますあ、そうです、そうです、そうです、僕らがね、収録、出ます、ね、出ますきっとそうなんですよね、あのカットされる可能性があるんですよね、<laughs> このお笑い県産品は。出ますよ、きっと。ああののね僕 このクー進化を組む前に、ニライかないっていうコンビで、やってたね。お笑いやってたんですけどね、僕、ニラいかないと、去年、ソロでお笑いやってまして、ニライかないをちょっと、あの、ソロっていうな、脱退して、言い方よ、なんでアーティスト寄りに行くのニライかない解散じゃないんですよ、ニラいかな脱退した今も一応、ニライカナイ残ってる、一人で残ってるどういうことニラいかない、脱退して、僕、ソロ活動を去年1年間やって、まあ、ニライかないの時と、去年のソロ、 と今回ののこ新しいバンドのってドっちゃったもんもうバンドって言ってるからねこれ間違えたねバンドじゃないああ違オ違う違う違うから二人組ですからアーティストじゃないからさいやだからこの3回目なんですよ僕はそうだね県産サ自体港な3回目になるのかただうん。二カナイの時も山城みソロの時もオンエアされなかったんですよカットされたんですえ。なぜか 僕らにら行かないの時は同じ日にうまくボーイズとかぶってたんですわあでまーちゃんさんと功凡さんのコメント普段、普段収録って僕ら平日の夜じゃないですかでまーちゃんさんは某 FM 沖縄の「某ラジナムって番組に平日の夜はあるからねだからあのハーリー会場で毎年 やってますけど月日日曜になるる時があん県産日。毎年5月は日曜日だから「うーまくーボーイズ」が何年かぶりにまーちゃんの出演ってことでそことかぶってしまって「うーまくーボーイズ」が放送みたいなあなるほどねその年のチャンピオンですよオーワングランプリまあ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 チャンピオンをカットするいかがなものかなと思ったんですけどで去年ね去年はソロだったんですけどソロ あのー、僕のそのソロで初めて出たお笑い県産品の収録日が、うん、たまたまプロパンセブンの出演とかぶってしまったプロパンセブンは面白いですからねプロパンセブンも、うんあのー、定期的にしかこう収録に参加しないからああなるほどねそうはいはいはいごめんねね <laughs> プロパンセブンみたいなさ今回はないですか大丈夫ですか 今回はないだろう。そういうのはない。ないだろう。さすがにカットないと思う。じゃあないですね。いやもうこれでカットされたらもう僕あの本当にね、<はい S 1> 騒ぎます。<laughs> 大騒ぎします。<laughs> 本当に。問題起こしますよ。いやだダメ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 。本当に。ダメだから。マジで。2016年最後に問題起こしたらダメだから。大問題起こす。ダメダメダメ。カットされてた。残すようなことしないで他の人たちみたいな。皆さん、僕の抑制は明日のオンエアに確認してもらえればね。使ってますからね。まあ、あの、カットされてたらもうね、あー、終わったなと。怖い怖い怖い。それこそ漫才の最後の、あの、俺たちに明日はない状態になるかもしれないので。めっちゃ嫌だな もう本当にね、それはもう本当にもう、もう先にもう、ごめん、勝利も言っとか。俺にもですか巻き込むからな。しかも。本当に。一人で大問題じゃなくて。最悪だお前も巻き込んだ上で俺起こすから。絶対巻き込まんで。嫌だけどなどうう。気をつけてください。俺がどういうことい。やいや、違うよ。お前には言ってないの。<laughs> 俺には言ってないよな。OTV のお前。 制作部に今向けていったんだよ今向けていったんでそうだよいい加減んオンエアしれてためっちゃ怒ってるさ怒るよお前忘年会シーズンさね忘年会シーズンですけどね勝利君収録なんで結構時間を決め決めでこれ行わないといけないのでその今忘年会の話はうん CM が終わった後にしましょう。すいませんね。すいません。あの、こっちタイム、タイムを書いてるので、即席、即席 Q シートにタイム書いてあるんで。即席感出てるな。手書きだ。はい、手書きなんで。ではじゃあ、もう CM を挟んで、トークしましょうね。はい、では CM。CM。はい、CM 開けましたよ。忘年会シーズンですよ。忘年会シーズンですよ。いや、本当本当。に。話させていただきたい。ね、忘年会。 忘年会がねでもちょっと最近邪魔だなって思う出来事があって邪魔そうそうそうあのさ高校2年生の時の担任の恩師がいるんだけどめっちゃめっちゃお世話してくれていい先生がいるんだけどいつ高校2年あ年高校2年の時にその先生と飲みに行こうみたいなおおいいじゃないってなったんだけど全部忘年会に阻まれてはい。 今年行そうそう俺の忘年会とあっちもねああなるほどねはいはいあっでもね年末ってだからこういうのが増えてくるでしょ忙しいんだよね例えばねバイト先の忘年会友達での忘年会そうそう大学とかもあるしねましてやさ俺なんかもう今年で二十歳だから成人式に向けてまた同級生での集まりも増えるでしょうだからこういうのもあってねなかなかこれスケジュール同級生ともまずスケジュール だいぶみ合わななくってます大変そんな中ね僕らもこういろいろあの入るじゃないですかああまあねもうお笑いやってるとねユニコーンのライブだとかスピッツのライブだとか入ってくるからちょっとねこれまたこれ忙しくなっちゃうんでねこれねだからね本当にねなんか忘年会でありますか忘忘年年会会はっていうかあの クラス会みたいなのは。クラス会ね。予定してますよ。はいはいはい、大学の。そうあの高ののあ、高校のときのかな。高校のときの。高校のときの1年のときのクラスでちょっと飲み会しようみたいな。へ楽しそう楽しそう。そうねあの、だからね、あのー、久しぶりに会うので。うん、いろんな人たちと。あのね、だこれ、これちょっとあれなんですけど、こ相談ではないんですけど、うん。相談どうした結構、あの、だからまあ、小中高、今、大学じゃないですか。うん,う,んうん。基本、卒業した後、 母校のやつと会う機会がないんですよ。小学校卒業して全くないし中学校卒業して全くないし高校卒業して全くないんですよ。で今回大学2年生で僕ら二十歳だから一応成人式があるからとなるほど中学校の時のメンバーと久しぶりに集まったんですけど久しぶりすぎて初対面。 みたいなああ気まずさがというかあっちは全然普通なんですよあ<ー>あおおって言うんですけどまあ俺はまあ,あおうおうおおおおお,港が、ね、おい元気みたいな <laughs> ちょっとなんか<あ>なんだろう距離本というかほにだから高校3年間プラス大学の1年間4年ぶりとかにさほんと当4年ぶりとかに会うからそっかめっちゃ久しぶりだもんね ね、どういや,やっぱりあのこう定期的に集まるのは大事だなってああそうだねでまた高校卒業して12、うん、年間会ってないからあ<ー>高校1年の時の飲み会、ね、あ予定してますけど <laughs> なんだかんだ12年ぶりとかに会うことになるから、ね、これはこれでま <laughs> たおお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 お 劇場が毎月あるじゃないですか。ありますね。で第二週目には F ライブがあるじゃないですか。ありますね。それで港とめっちゃ合うさ。そうだね。二週目と三週目めっちゃ合うけど、この四週目ぐらいは全然合わなかったりするさ。たまに。まあそうですね。あのこうクールダウンではないですけど。でラジオの次に久しぶりみたいな。あ、そうですね。一週間もそうそうそうとかになった時にちょっとなんかおってなる。嘘でしょ。嘘でしょ。ちょっとおってなるね。いやいやいやもうなのかよ。 中7日でこんななることある？<laughs> 俺絶対無理だからたたぶんおかしいでしょこ今中学生の時の友達とかあって絶対無理だよ。いや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 ,いや無理だろうな。無理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 。だって中7日でうおってなるってことはもう。<laughs> だいぶ無理でしょう、ね、俺。<laughs> 重症だね。重症にも程があるだから事務所の人とかもさ。可愛 <laughs> い,い俺。あんま、り <laughs> 事務所の人ももうあんまり会わなくなったりしたら、<ー>そうそうそう。まあでもなんかね。よろしくみたいな。ザラですからね、2週間ぶりとかなてね。全然あるからね。白と、まあ。うん。 だから俺らみたいなもんは大事だなやっぱ人と触れ合うのはね大事だね意外とね芸人だから人見知りしないでしょとか思われるんすよそうそうそう意外に多いですからねするからね人見知り芸人の方が多かったりするよなんだだいぶ探るからねなんなら芸人芸人になってから俺人の目をより気にするようなっかるかるちょっと超嫌ですちょっとわかるねえ こうなんか舞台に出るために頑張ってるはずなのに本番が近づくにつれてもうあのやめたくなりますそそううそうお笑いを本番前めっちゃ緊張してんかうわどういうことしてるのホントにそういうのあるからね終わった後のね達成感というかまあまあまあそういうのがね確かにマラソンも一緒らしいですよあそうマラソンしてる途中に俺なんで走ってるんだろうって思うけど終わったらめっちゃ達成感ってこの達成感のためだけにやってるえうんマラソンもね ね、マラソンランナーもそういうのあるらしいけど、ねうね、はいね面白いですけどね<え> <laughs> まあまあまあもう年末ねもう成人式に向けて頑張りましょう着々とまあ僕らは中学校一緒ですからそうだよあ結局会うよあのさ成人式は中学校でまあもちろんありますよね式典あるね,ねあの高校のなんか成人パーティーみたいなのある 高校の成人パーティー今、まあ、企画中ですけどあ,あ,ありますねあのね1月何日だったの 1> 1月の6日の金曜日にあるんですよ僕港なんかは、ね、那覇高校はい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 であのもう今これ放送上で言いますけど「あの漫才やってくれないか」ってオファーが来て <laughs> いやでそうそうそうオファーが来たんですよ <laughs> 来たんだで「あこれってあれ?」って聞いたの。あの 誰かとと組んでってこ高校のメンバーの誰かと組んでやってって言ってるのってうん、うん、もう違うよ<え>今トコンビでしょえいいのって言ったら全然いいよってってマジでだから俺勝利がいいなら別にいいのかな、うん、って思うんですけどいやあナトがいいんだったら俺全然出ますよ 1>, 1月6日金曜日ですよ <laughs> ちょっと予定確認してみますあとでバイト <laughs> の可能性もありますけどバイトの可能性もありますけどまあなかったら、うん、まあ僕はもうだから誰かと組んで、うん、こうデビューして、うん、もう来月からはもう俺そいつと頑張ってるはぁ <laughs> バカじゃないのぶっ<え>殺すよえっ、ーえー <laughs> 怖い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  <laughs> 何何何何,何こんなね成人式でこの付け焼き場みたいなさ <laughs> コンビニさを<え>取られたら本当にあたつわマジで <laughs> あダメですかダメだろう考えたらわかるだろすみません断っときましょうねじゃあ断っとき勝利がダメだったら <laughs> コメント <laughs> やるのは全然いいけどね。いやでもな、俺そういう中途半端にやるのは嫌なんで、やるからには俺本気でも、うそな来年の俺、大腕狙おうかなと思ったんで、そいつと。はそんなさ、いやいやつけ焼きは中身で。ダメですかダメだろ。じゃあ断ります断れじゃあ、後ほどスケジュールじゃ。はい、よろしくお願いします。俺は今年、組みましたね、俺ら。あ、まあそうです、4月で。振り返ってみると。 んですね、まあでもプランはなんかあれですよねちょうど年明けぐらい2016年の2月か1月ぐらいから組、ねうん、そう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 始まってたよね始まってたんででデビューが4月みたいな、ね、デビューが4月まあ1年近くやってる懐かしいなんかでもめっちゃ前な感じするなーなんか変わりましたお笑いしてってことあのがっつりお笑いやってる感じではある そそそうそうそう、がっつりお笑い、そう俺、今まで昔やってたんですけど、ああ港じゃない人とやったりしてたはあは、一般だったんで、あんまりなかったんですけど、ね、<う>なんかライブだけみたいな、そうそうそう、がっつりやるようになって、やっぱ、うん、でもやっぱ忙しいね、お笑い芸人も。まあ、それこそ、だから週一でね、ラジオもモテて,てますから、うん、そう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 ,そう、だ,からだいぶ変わりましたよね。うん、やっぱ変変変わわわるるるかまままあまあ、まあ、一年 たってまた2年目に突入みたいなそうそうそう近いうちにだから一応ラジオのおかげではなんかの人と喋ったりしてて話題は膨らむようになったなあ話題はなんか膨らめ方とかななんかんとなくなるほどねうんラジオのおかげかなでも大事だと思いますよねこれね本当に本当にありがたいなってしょうもないユンタクですけどねありがたいですほんと聞いてくれてね本当に聞いてくださってね ゆくゆくはね、うん、こう俺たちが相当ビッグになったらおークーター進化がもう全然ペーペーの時からラジオ聞いてたんですよって言えるじゃないですか自慢できますよ自慢できるから <laughs> まあビッグになるか分からないですけど <laughs> 30年後の可能性もありますから <laughs> もう大物じゃないですか、ね、半世紀ぐらい,い大ベテランになってるじゃないですか、ね、そうですけどね <laughs> いまあ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 成人式やらまあいろいろねもろもろとかお笑いもありますねもう一年もういろんなことがあった2016年だから聞きたい聞きたい抱負というかああ来年のね抱負をうんなるほどねなんかありますか来年は抱負ねなさそういやあるあるよねそれはそれあるけどねあのねちゃんと単位を取得する大学のね大学の 本当にそれう取得それは大事単位をちゃんと取る大学本当大事本当にうんぐらいですかねこれ俺だけお笑い関係何もないのあまあまあでもねあれじゃないですかまあ1年目とはいえ結成1年未満とはいえまあバイアス論予選負けそうだね法案も予選負けだねね1予選しか通れてないので僕らはまあでもテレビにね 勝負の場でテレビに出たりとかねそうだねまあメディアの露出をちょっと増やせればいいなと本当にそれはその通りだなでもなそれですかねお笑い的には来年こそはやっぱり大腕出たいなねうん学生であるうちに出たいですねあそうだねまあ大学で声かけられたいですもん大学生それでも本当にちょっと分かるあるんだよなあんな広い学内で声かけられたいだろ声かけられたい 本当にさすがにちょっとだからさ荒垣俊ってわかりますか荒垣俊うんあの何ですかお笑いあのあれですよね最近うちのライブにもそう直々出たりして一般参加フリーで出てくれてるそいつ龍大なんですけどははいい龍大で会ってちょっとこいつ喋ったりするじゃないですかはいしたのか俊さんっていうのがが多いわけよあそうなのも腹立つからえそうなんだ出ようんなん え、そうなの <laughs> そうなんだよシュンはなんだろうななんかお笑い以外でもなんかいろいろやってるみたいなんで、ええ、そうそうそう、ええ、だってシュンは大安も予選、一時予選落ちで実力は全然ないはずですよね <laughs> めっっちゃゃびくりしてるじんだから俺さこういう世の中を俺ほんとに何とかしたいなとなんかこうね頑張ってる人が損するみたいなんかね難しいけどねまあ本当にね腐れ人間どものせいでそんな勘違い野郎のせいでねなんかねだからいや別に旬は大好きですだから「旬さん」って言うやつよだからああそいつが問題なんだよ大問題ですも だから来年こそはなんか勝利さんっていうのを増やしたいなみたいなね、うん、そうですよね<の>本当に勝利さんはだってもう,もうあれだからもう正論ですからね <laughs> あ正論になる湊さん勝利さんは正論です正論かゅ武、うん、さんはだっておかしいっす <laughs> 実力社会ですよ <laughs> 沖縄のお笑い界<笑>内地のお笑い界とは裏腹ですよ <laughs> 実力社会で 実力がない人の方がフォロワーが多いツイッターのツイッターはでもねすごいですよねまあこのツイッターのフォロワーをステータスと見る俺若者もどうかなと思いますけども k y d e n g e r とは言った言った言った本当に本人名前出したわおかしいですよでも KY 多いね KY はだってもうあれんか女僧の人口よりフォロワー多いんだろ浩太はおかしいですよ 女さんの人口がまだ一応ピンときてないんだけど、ね、一応でもすごい多いんだろう、ね、おかしな話ですよフ <laughs> ラーなことしかやってないですよあれ <laughs> でこんなして俺なんかがさこうわわ言うだろラジオでそれを聞いてる人はどうせあのやっかみだろうとか <laughs> やきもちだろうとか言うわけですよ <laughs> 悪いわ <laughs> めっちゃ怒ってる。やきもちやくだろそれは。<laughs> やばいやばい,やばい止まる止まる。シャオやされたいに決まってるだろ。シャオやされたいですよ。だからお笑いやってるんだ。<laughs> 理由それなんだ。お笑い<笑>舞台見に来ミ <laughs> 見に来てください全然。ン KY 滑ってるからね。<laughs> 舞台。<laughs> 俺なんかローがウケてるからね。<laughs> 本当に。 本当にね見せてやりたいですよ頑張りましょう頑張りましょうこの本当のね本当にだからねライブ呼べるようになりもねみんなね本当にそうですよいろんな人に来ていただきたい本当に本当に腹立つわすいません取り乱しちゃっていやもう大丈夫ですよ申し訳ありませんもうすっきりですかえやすっきりしましたねいやだからさユニコーンロス 僕先週の日曜日ユニコーンライブしたね見に行ったって言ったじゃないですか言ってたね言ってたねだからそれのせいで何を楽しみに頑張ればいいのか分かんなかったそれはおかしいんだよなう本当にね死のって思ったんすけどやばいだろお前いやでも俺思ったんすけどなんでなんでドラクエの新作が来年発売予定なんですよで「ドラゴンクエスト」の特番が12月29日の夜夜 NHK で放送されるんですよ これに向かって俺頑張る。いやこれかい、それかい。いや本当に。それなの。いや本当頑張れるな。お前の目標。はい。ええ？これに向かって俺ももう。違う違う違う。ライブいっぱいあるよライブ。うん？じゃあじゃあじゃライブいっぱいあるからこっからカウントダウンライブだとか平成一機とかあるじゃないですか。いやまあまあまあ。いやまあまあまあじゃないよ。それに向けて頑張ろうでしょ。それを頑張ってご褒美でもねだから。ああご褒美。平成一機頑張って。うんうんうん。 平成終わった後だから放送はそっかその日だからいいね頑張ったご褒美でドラクエの特番見ていいさいいさカウントダウンで年越して頑張ったご褒美で新作をプレイするあいいじゃないねそれでいいよいやよかったですそれで頑張ろうはいね頑張ります頑張ったらいいねじゃあ CM 挟んで最初のコーナーいきましょうかはいでは CM はいはいというわけでですね最初のコーナーは「俺たちは大きくなった!」イェーイ はいこのコーナーはですね今年も二十歳を迎えて、うんえー、見事大人になった僕たちが <laughs> 見事 <laughs> まあ大人になったなと <laughs> 成長こういうとこで成長人生のこういうとこで成長を感じたなっていうエピソードを振り返るそうだねコーナーですけどそんなコーナーです,やってますあのね、はい、まあさっきも出ましたけど、まあ、忘年会はねそうだね 酒も飲むしっていうのはやっぱり大人になったなって感じますねだからね酒飲むのはやっぱ大人だね忘年会忘年会がんだろうなあの身近になったね身近ですよね本当にね中学高校とかは忘年会なんてしなかったもんね忘年会なんてって感じでしたよね大人がんか忘年会楽しみだねって言ってるけどピンとこなかったですピンとこなかったけどねそれが身近になったでまあまあ忘年会もそうですけどはいよ まあ、今日、12月26日。はい。昨日はクリスマスですよ。クリスマスだね。いや。まあ世の中の子供たちは、うん。お利口さんにはまあサンタさんからプレゼントが来てたと思うんですけど、サンタさんからプレゼントもらえてましたあ、俺はね、そうだね。こうサンタさんって、こう、この子は何歳までとか選ぶらしいじゃないですか。どうやら。どうやら。わかんないですけど。わかんないですけどね。あるんですかね。あのね、 僕もプレゼントはもらってましたけど小学生いつまでもらってた俺は中3まで中3まで中3までもらってたけどそうだね高校からは現金になったねあああのね全く同じ話なんですよ僕も中学校までプレゼントもらってたんですけど高校1年生のクリスマスにサンタさんから5000円札が来たんで。 好きななのえさいってことだよねだからこうねサンタさんからのプレゼントがものじゃなくて現金になった時に僕は成長を感じましたああもうこういう年かとああでも分かる分かる分かるサンタさんもサンタさんも俺のために何かを探す労力や時間はもう費やさないかと費やさないんだとね大変ですからね大変だもんねまあ各朝各部落各え各市各市国市町村 まあ分担されてはいるかもしれないですけどそんなね小分けされてるかな一人じゃないかな思い出のプレゼントとかあります一番思い出に残ったプレゼントですかそうだねなんでか分かんないんだけど俺仮面ライダーアギトのああこれ結構前じゃない武器ああ剣みたいなもらったのが一応一番衝撃だなんでかなこれしか覚えてないなこれ以外何もらったっけな俺はね小学校年生の時に C D が欲しかったんです。<ー>めっちゃ C D 欲しくて。C D。その C D おサンタさんお願いして。うん、朝起きて枕元見ると、うん、ツタヤのシールが貼られたビニール袋に C D が入ってたんです。<laughs> <laughs> おーおーおおお。<laughs> あサンタさんでツタヤ行くんだ。<laughs> <て> <laughs> あわかったわあるあるある。あったあった衝撃的でした。<laughs> 中2ぐらいの時のプレゼントでなんかロックマンのゲームみたいなそういうのあったんですけど値札が貼られてたなあま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 あサンタさんってだっておじいちゃんでしょそうだねあのまあ気づかないんでしょうね値札があそっかそっか貼られてるとかって分かんないんだろうねねだからねあの そう老眼鏡とかじゃないんじゃないですかあの眼鏡は <laughs> ああなるほどね、うん、まあだよね行く先だけで眼鏡落としたっていう可能性もあるし <laughs>、うん、そうだねサンタさんね頑張ってくれてるねありがこれはまあ、うん、そうですね値札まあ蔦屋俺たちと変わらんやし <laughs> サンタさんも。 なんだかんだだかね、サンタさんもそうなんだよね。サンとか行くんでしょうねサンタさんも。も行くんだろうな。えー、うん、ひげ長いおじさん見たらね本当にねサンタさんなのかなみたいなね。驚きだらけでしたけどクリスマスの豆知識っていいクリスマスの豆知識うんうんうんどうぞ。あ、いいあるさいい、はい 靴下にかプレゼントとか入れたりとかするさ、ね、そうな赤いねあのーうん、靴下にねそうそうんでかって言ったら昔にサンタ・ニコラスさんだったかなあ、はいうんか聞いたことあるそうそうそうサンタさんの原点と言いますかそういう人がいましてでその人は貧しい家を回って、はい、銀貨玄関から入れてたんだけはいはいはいである日こうある貧しい家にやろうとしたらはい、はい もう全然開いてなくて<う>窓とかのどこ,<ー>どこも入れる場所がなくて締め切ってたとそうそうだから煙突から入れようってなって煙突に投げ入れたんだってはいそれがあの暖炉に干してある靴下の中に入ったからあーえー、そっから面白いね面白いよね 暖炉にでも靴下は俺干すべきじゃないだったんじゃないもだってもうだってねそっから着火してしまったら危ないから大変なことになりますからねそんなエピソードがあるんですよそうそうあるらしい面白いクリスマスだから煙突から入るみたいなそう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 だから煙突もそういう由来から来てるらしいよだいぶな…だいぶ矛盾を感じますけどねあの体型でまず煙突に入れるのか結構 さ大柄でよねサントさんってねまあデブじゃない <laughs> 言うなデブって煙突つまらないでするってまず <laughs> いけるのか,かいけるのかなどうなんだろうとあと煙突は熱くないのか <laughs> 耐えられるのかだから炭だらけになりそうだけどねなりそうだしだ相当なんかあのこう防熱のあれ来てるんでしょうね <laughs> 赤いあの衣装は赤い衣装は、うん、赤じゃなかったってね昔はねあそうなの コカ・コーラが、なんかサンタさんの CM をやるときに、コカ・コーラカラーで赤色にしたら、それが浸透したっていう。コカ・コーラの影響、半端なくないすごいよね。てっきり俺、あの、トナカイを殺した後の帰り地 <laughs> かな。え、わけないだろ。<え>そんな恐ろしいサンタさん。言うこと聞かないトナカイ殺すのがサンタって俺聞いたことある。え、どんな、どこで聞いたか。あ、違うんすか。どこですか。どこでそいつ連れてこい、マジで。あ、そうですか。<laughs> そうか。叱るよ、そいつ。まあ、でもね。<laughs> <laughs> あとはだから先週もおそらく話しましたけどお年玉をあげる年ですよそうだよお年玉も準備しないといけないですからねいやもうもらえないんだねお年玉皆さんのねいつ頃お年玉渡したかとか聞きたいですけどね聞きたい聞きたいみんな残念ながら今日は録音ってことで収録放送ってことでねいくらぐらいがいいんだろうね水キャスなどはちょっとないのでお聞きできませんがいくらぐらいがいいのかな 気になるよね本当にねでもねうん気になる気になるだから一応可愛い子には1000円ぐらいにしてすごいすごい可愛いくない子引く<コ>です5円ぐらいにしよういやいや,いやお前 <laughs> すごい高低差ですけど <laughs> 大丈夫ですかそれバレた時ですよ <laughs> バレた時やばいな<う>あいつ1000円なのに俺5円だああ俺はもう 一貫しても五百円にしようかな。まあ、でも五百円ぐらいでいいんじゃないかな、ね。五千、えー、円渡しても、こう、なんか、ね。うん、大学生のくせに、何千円渡してんのとか、周りの大人が。ね。<laughs> そんなね、ひどい人いるかな。かやっかみそうじゃないですか、ね。やっかみかな。大学生ごときが千円も入れてみたいな。そ, <laughs> そんなお年玉でいざこざ起こしたくないけど、ね。本当 <laughs> にね。だから、僕は五百円入れるんですよ。五百円です。はい。<laughs> そうなんだ。まあ、はい、まあ、まあ、まあ、こんな感じで、毎週、毎週大人になったな。 っていう感じのエピソード紹介してますのぜひぜひまた来週もね皆さん聞いてください、うん、よろしくお願いしますはいでは以上「俺たちは大きくなった」でしたありがとうございますはいというわけでねやっていきましょうか最後のコーナーはこれでお前も好きになるはいこのコーナーはですね、えー、自分の好きなものを、うん、相方に、えー、熱くプレゼンしそうですねそれを好きになってもらうというそうですねエゴを押し付けをはい といいうコーーナでござます先週は勝利がねそうですよ「スーパーマン」スーーパマンを披露しましたけど今週は僕がってことだよそう何をやってくれるんでしょうか先週のあのトークの時にまあいろいろ話しましたけど改めてここで詳しくユニコーンについてプレゼンしたいなおお聞きたい聞きたいユニコーンねユニコーンは僕先日ツアーファイナルライブを見に行ったんですけどだよまあロスを引きずってますね 一週間弱、相当楽しかったんだろうな、ね。相当楽しかったですね。<ー>生きた心地がしなかったですね。あ、このこれ今までってこと。夢見心地でした。この見てる間はってことね。はい、ああ<ー>、もうだから覚えてないですね。<laughs> ダメでしょ、それは。<laughs> 覚えてないとダメでしょ。ダメですか。うん、いやでもね、うん、本当にあのユニコーンってすごいんですよ。 ユニコーンね名前は聞きますけど、はい、なんかあんまこう詳しく調べたりしないんでね。まあ、古いですよね。僕らの親世代ぐらいの流行ったバンド。1987年結成。1987年か。メジャーデビューしてへー1993年に解散。あ一回解散。で2009年に16年の時を経て再結成。へ<ー>で、うん 2016年現在も活動してるわけですけど1987年から93年6年間活動して16年活動、まあ、解散して2009年に再結成して、まあ、2016年で7年なんですようん、うん、もうすでに再結成頃ロウが長く活動してるんですよねそれはなんか嬉しいねで、うん、来年ねもう,もうすぐ2017年ですけど結成30周年イヤー,おーユニコーンあそっかそっかそうなるのか そうなんですよそうなるのか,なんかこのタイミングでね一番最初っからってことねそうそう,そうだから結成メジャーデビューしても30年ああ30周年ってことなんですけどまあ有名なのはね有名な人はまあ奥田民生知ってます知ってますソロでやってましたよね,ちょっとねそうソロでいろいろやってああ名曲もね「さすらい」サとか「さスラオみたいなそうそう,そうそう「イージューライダー」とかね、まあ、名曲もたくさんありますメンバーをまず紹介したいなと思うんですけど<お>え奥田生はボーカルですか ギターとボーカルああギターボーカルでえっとドラムドラム川西浩一最年長ですああそうなんだ57歳ええ57あと3年経ったらもうおじもう還暦です60へえ見た目死に若いですかあそうなのパツキっすよ金髪なの57には見えないって五十七57の金髪ハンサムの中澤さんの方が老けてるよ マジで中澤さんは今いくつぐらいですか ?40 歳です。<laughs> 17離れてるますけど,、ね、けど中澤先輩の方が老けて見えます <laughs> だでドラム川西浩一、はい、ギター手嶋勇この人いくつぐらいなんですかてか奥田民生さんはいくつ奥田民生さんはね51歳なんですよ51歳50歳なんだそれでもメンバーみんなバラバラなんですよねうん、うん、で手島さんがギターの手島さんが、うん、えーっと 五五十三歳十三みんな五十代みんな五十三歳でで川西さん五十七歳でしょでベースのエビ、って待ってくださいエビさんえどういうことさんさんゆうやといやいや違います本名堀内和史あでもなんかなんだろう ARB っていうバンドがはいはいはいいましていたんだ ARB っていうバンドがとても好きだったらしくて当時ユニコーン結成当時で みんメンバーみんなが ARBARB って呼んでたんですけど面倒、うん、くさくなってみんな「エビエビ」って省略したらもうエビになってたって <laughs> エビになったんだエビベースエビスエビエビさんエビさんと、うん、奥田民生さんは同級生51歳51歳ああエビにしては長く生きてますねでまあそうなんですよ、ね、<laughs> すこぶる長く生きてますねであのー、ラストキーボードあっ<あ>結構いるねメンバーあべぞんあべ義しね内閣 安倍善治安倍善治内閣総理大臣安倍善治安倍善治さんは今年50歳あ一番若い最年最年少で一番上と7つぐらい離れてるのそっか7つ離れてるってねすごいねそうなんですよでそれでもまあメンバー脇あい合いとしてやってるんですけどユニコーンメンバー5人いまして各各各の担当楽器ってバンドあるとは思うんすけど当たり前のように。ユニコーン曲によって 担当変わりますそれがさそれなんか前回も言ってたけどさ、うん、めっちゃすごいなと思ってでメンバー一人一人が作詞作曲を行いますそれもすごいねでメンバー一人一人がボーカルになりますあやばいやばいやばいすごいんですよへえ<ー>これただこれすごいのが、うん、あのユニコーン最初のアルバムは全部奥田民生の作詞作曲なんですよ最初のアルバムは 2>, で2枚目からみんながマンチャーしたアルバムが出るんですけど<ー>これがだから奥田民生が。 言ったこのね活動し始めた時にメンバーに言ったこう言葉がとってもすごいなと思ったんですよ。うんて言ったの一人が作作曲するバンドそんなもん普通のバンドと一緒だろ。お。他のやつらと違う味出すんだったらお前らも曲作れ。へえかっけえ 下から二番目の人がですよ。そうだな。あ、そうだね。しかも当時はもう二十代ですよ。みんな。超若いのに。よくこう。二十代ってだから、二十歳と二十七歳とか。とか、とか、とか、ってことでしょだこれね、あの。そうそう、あの。だから、当時のね、話とかも聞けるんですけど、ユニクロの調べたら、インタビューとかで。あの、ギターの手島さんは、ギターさえ弾ければ、もうどうでもよかったと。 最初はバンドでい。他のことはどうでもよかったでも民オがこうやって言うから曲を作ったけどそっから曲作りにハマったみたいなへえじゃあもう奥田さんのおかげというかでもそれでだってもう成功してますからすごいねこれも本当にすごいなと思うんですけどへえでこれすごいのがあのこう再結成して新作 うん、2> を2年に1回のペースで出してるんです出しあ2年に1回か、うん、これねあのやっぱり相当だって人気だったんですよああユニコーンは再解散前はああなるほどね、ま、僕ら生まれてないですけどねだからね1回結成して解散するまで俺ら,ら生まれてない九十三93年解散ですから87年から93年で<ー>相当成功したのにもかかわらず、うん、あの再結成してねだって 昔の曲やれば絶対盛り上がるるに決まってるじゃないですかああそれはそうだよね昔人気あったんでしょなんなら僕ライブ行きましたけど年齢層も相当高いんですよ、うん、ああなるほどね4五5 0代のあのおじさんおばさんだらけだったのじゃあその最初の頃のファンというかそうそうそういそまう <laughs> だ,だにこうオールドファンにあのすごい根強い人気もあるからすごい、ね、そこに合わせてライブをやってしまえば間違いないのに、うん、<laughs> 今回のツアー 新曲、えー、と全部で21曲、うん、ぐらいやってたんですけど21すごいね新曲19曲、うん、昔の曲2曲しか歌ってないええー、すごいねこの分かりますなか分かる分かる分かるいまだに <laughs> 最前線を突き新しい自分たちをこう見せるというかこれがほら本当にすごいなと思うんですなんかすごいね だってさ再結成して昔の曲を再録音して同じ曲としてまたアルバム出しても売れるに決まってるんですよ。そねんんななことしいです彼らは新しい曲を作り続けるんですよ。で年々遊び心が増していくんですよねまた曲作りの中でもレコーディング風景とかが特典映像で見れるんですけど CD 買ったら。 これもとっても楽しそうにみんなやってるわけですよ一人一人が、えー、メンバーも仲いいんだで時折真面目な部分も見せたりとかそういうなんかねあのギャップもあるし、うん、こうふざけ合いながらこう曲を作るみたいな,な本当にすごいなと思っていい、ね、もう理想のおじさん像ですよねあもうこういうおじさんになりたいわ、ね、ライブも楽しそうに歌う、うん、ああねいいねなとは、はい、いつ知ったのこのの出会ったのはいつなの <laughs> あの僕あの再結成したのが2009年じゃないですかはいはいはい2009年で再結成して「M ステ」に出てたんですよあはいはいはいで僕あの一応ユニコーンっていうバンドの存在は知ってたんですよ奥田民生奥田民生率いるユニコーンだと思ってたんですよああなるほどねだってソロでこんだけ目立ってますから奥田民生さんはで「M ステ」にユニコーン出るっつってたまたま見てたんですよねその放送をそしたら再結成一発目のシングルがうん あの名曲「ワオっていう歌なんですけど「ワオっていう歌「ワオっていう曲はあ,のあれなんですよ、うん、あのアクエリアスの CM ソングにもなって当時<ー>相当あのあ多分耳なじみあると思うんですよ皆さん聞いてみたら、うん「うん、ワオの作詞作曲ボーカルはキーボードの阿部芳治さんなんですよ、うん、あそうなんだで、うん「ワオの時奥田民生さん担当楽器カウベルなんですよカウベルって何ポポポポンポンポン,ポン,ポンってなるあの

奥田ベルなんです一応アコースティックギターを背中に背負いながらカウベル叩くんですけどサビになった途端カウベルを置いてギター弾き始めるんですよさんかっこいいじゃないですかかっこいいねでボーカルしかも「奥田畳」じゃないの奥田畳歌わないんだみたいなねそうそうそれが衝撃でハマりましたねはて確かにソロでこう目立ってた人がバンドで出て。 ね、歌わないってなったらねなんかだってもう言ったら失礼ですけど、ね、奥田民生さん以外俺知らなかったですからメンバーを <laughs> そうだよね、はい、へえあのこのそれぞれのメンバーはソロで活動したりもしてた、うん、あの別のバンドとかあえ別のバンドとかもあったんだいやこのだからあのね阿部さんキーボードの阿部さんいるんですけど、うん、再結成をユニコーンの再結成を持ちかけたのは阿部さんなんですへえ<ー>最年少阿部さん,うん、うん、で解散当時ね阿部、うん、さんだけ解散に大反対したんです <laughs> でも最年少だからっていう理由で誰も耳聞き耳立てずにもう解散しあで安倍さんはもうユニコーンの話もしたくない思い出したくもないっつって、うん、しばらくプレイヤーを離れたんですよ<ー>プレイヤー離れて音楽のプロデュース業に手をつけたんですよはいはいはい,はい、はい、そこで安倍さん、うん、今や大アーティストプロデュースしました、うん、お誰騎士団 へえ岸田をプロ,デュースプロデュースしたのは安倍さんなんです <laughs> あそうなのそうだから騎士団のメンバー一人一人は安倍さんのことをドンって呼んでるんです <laughs> あのなんかヤンキーねあの千葉の暴走のこうヤンキーがモチーフでしょ木更津の綾野小路翔さんとかねああああドンって呼んでるんです安倍さんのことへえ<ー>今日はゲストに俺たちのドンが来てくれてますって言って <laughs> ドンってあれでしょ頭みたいな頭みたいなね<ー>そうそう安倍さんがそこで士団のキーボードもやったりとかすごいねそうなんですよすごいんですよで安倍さんね、うん、あのー、安倍さんが40歳にな40歳祭り40歳記念のライブで、うん、あのユニコーンだった奥田民生さんと、うん、また別のバンドで活動してたドラムの川西さんが、うん、その安倍さんの40歳記念ライブにゲストとして出て、うん、アンコールでユニコーンの曲をやるんですよ、うん、あすごっ そそれはもうすごいねそうなんで,すよで安倍さんがその40歳になった3年後にユニコーンの再結成するんですけど <noise> へ安倍さんがねだからこの40歳記念でライブを行って、うん、今のこの俺たちがユニコーンとしてまた集まったらどんな音楽を作れるんだろうとははははいいいい考え始めるんですよ。 音楽とは一応携わりながらねで安倍さん一人一人をせっかく説得に入りますすごい安倍さんの行動力すごいねでまあまあまあメンバー5人いて3人説得して一番最後に話をしたのがあのドラムの川西さんなんです最年長一番年上の方ね川西さんはユニコーン解散前のユニコーン最後のアルバム最後のアルバム制作途中に脱退してるんですよユニコーンあそうなのやめてるんですよ えじゃ相当嫌だったんじゃないやめてるから安倍さんはもうより慎重にねやろうよそうだよね確かにそしたら川西さん一回ホッケーしてあのホッケーしたんだ再結成に至るんですへえ<ー>そうであの再結成前解散前のバンドのリーダーは川西さんだったんです<あ>ドラムの最年長川西さんでもやめちゃってみたいなあって再結成にあたってじゃあリーダー誰にするか 安倍でいいだろうってすげえ最年少安倍さんが今もうリーダーとして引っ張って。かっこいいなんで、またね、同じ川西さんでいいんじゃないかって話もあったらしいんですよ。いいただでも、でも川西さんは、いや、こいつ辞めるからみたいな。あ、みんなにみんながメンバーふざけてね。うん、そんな中にもなってるんですよ。ふざけあえる、冗談を言い合える中にもなってるんですよ。すげえこう、やっぱりね、あの、かっこいい いろんな経験して丸くなったんだろうなっていうこの人間の理想のこう成長過程進化うんこんな年の取り方したいねすごいなと思ってねかっこいい、うん、だから俺もあのクーター進化でバイアスロン優勝してオーワン優勝したら俺解散したい解散す,するんだするのか散そうそう,そう解散して一番いい時にそう1 5六6年後に俺再結成したい, <laughs> いやだわ本当に <laughs> あの頃は本当年後あの頃はなーっつってお互いとがってたからなーっつって <laughs> すごいあそれはめっちゃかっこいい阿<前>さん好きになった、うん、まだ見たことないけどだってみんな一人一人が仲悪い状態であれだけすごい曲を生み出せてるんだからみんなだって今の状態で曲面白くないわけがないんです<ー>面白いです今の曲も本当に すごいですちょっとすげえちょっと俺マジで聞いてみたいやもう聞いてくださいマジでファンなりそうおすすめの曲もたくさんありますのでえマジでファンなりそういやもうぜひぜひぜひ俺がファンだったらじゃあ次のねツアーああもう連れてきますよ一緒行きましょう完全に連れてきますただユニコーンあの再結成してユニコーンが最後にライブを行ったところは沖縄なんですあ解散ライブって解散ライブ沖縄で再結成してツアーを行ってツアーファイナルも沖縄でうん 2009年にまあツアーやってそのファイナル以来7年ぶりの沖縄だったんですよわだからまたいつ来るか分からないですけどタイミングミスったわまあまあまあ本当にね,ねファンになってけばよかったただでもこうユニコーンファンは、うん、まあユニコーンって沖縄にあんまりめったに来ないけどでもツアーファイナルでやったり<ー>解散した地が沖縄だから結構 あのね、熱烈なファンは、うん、ユニコーンのツアーファイナルじゃなくて、うん、ユニコーンの沖縄のツアーファイナルに行きたいみたいなねはあんかねそれだけでもファンはこう感慨深いものがあるらしいです<ー>それを俺は生まれて初めてユニコーン行ったライブが沖縄ここ地元沖縄のファイナルだったからもうほにいいね本当にもうねあの僕はあの今世に思い残すことないです、うん、<laughs> 死なないで死なないでくれ頼むから だからあのグッズもたくさん買っちゃってでグッズもね思わずね大人がいっしちゃってね後悔ですよね <laughs> すごいいや好きになったないやもうぜひぜひぜひめっちゃいいわねこれ聞いてるラジオ聴いてる皆さんも、うん、あのユニコーン知ってるよって方もね今一度聞いていただいて,聞いて,みて知らないよっていう方もぜひぜひあの名曲探して聞いてみてください、うん、だ来週はもう俺がユニコーンプレゼンするんでよや <laughs> 早すぎるだろ <laughs> ていうかお前もう好きだよお前俺ユニコーン困るよめっちゃすごいわそうすごいんすよありがとうございます来週まあじゃあ勝利からそうですね僕にということでよろしくお願いしますというわけで以上これでお前も好きになるでしたはいエンディングエンディングでございます早いですねエンディング録音でも早いですね早いねあっという間だねやっぱり俺思ったんだけどまあ録音だから こう普段聞いてくださってる動画を見てくださってる方々のね、うん、やり取りがないじゃないですかないねやり取りがない状態で、うん、お前と2人っきりで今喋ってるじゃないですかそうだねそうだねそれでもこんだけ時間が過ぎるのが早いってことはやっぱり俺はお前といて楽しんだな <laughs> <laughs> 恥ずかしいわお前急にどうしたお前 <laughs> 本んに,にねはずんか恥ずかしいですねお前が相方で本当によかった <laughs> <laughs> すごいなお前うれ <laughs> しいわおといしですね簡単語話ですねほんとに <laughs> 簡単です優しくされたらすぐですね<や>まあまあまあもうね本当にもう良いお年をって感じですよ <laughs> そうだね本当にもうだってこの放送の次はもう2017年ですから僕らはそっかそっか <はい S 1> そっかはいでまあ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 うん 今週木曜日はね、平成一期もあるし、あるからね、ライブぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。夜の8時から、楽しいですよ、12月29日木曜日、夜の8時から、那覇市の国際通り、沖永通りのバンターハウスっていうライブハウスで、チケット1000円でやってますので、やれますんで、見れます。本当に見に来てほしいですね、本当にね、うん、よろしくお願いします。本当にいいライブになってると思うで、若手で勢いつけていきますので。 よろしくお願いします。まあまあまあ、もう今日で今年のね2016年もまあ7月からうん。FC チュンド始まりました。本当にね、一年間、まあ半年ぐらいですかね、ありがとうございました。聞いてください、ありがとうございました。で、またま年明けてもあの続きますのでね、はい。新年もよろしくお願いします。よろししくお願いますはい。また新年の挨拶もしますがはい。2016年一年間ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、本当に。はい。いや本当にね。 生きてまた会おう。<laughs> おユニコーンっぽい。わからないけど。<laughs> ユニコーンはこんなこと言わない。言わないんだ。<然>臭いことは言わない。全然言わない。<laughs> ハイスタンダード,ドーハイスタンダード臭いこと。<laughs> というわけで、以上、クーター進化のあつまで、はい、ワッター進化でした。よいことろおいしよありがとうございました。ありがとうございました。 はい、どうも、クーターシンカです。よろしくお願いします。お願いしまーす。いや、もう、年の瀬だね。そうだね、もう。あかね、るねもう、2016年、<う>振り返るとね、<う>いろんなことがあったなと思って。まあ、確かにね、いろいろあったね。うん、あのー、<う>アンタッチャブルの柴田と、ファンキーモンキーウェイ。